ここはスコアカードによります。さあ両者がリングの中央で睨み合いました。それぞれのコーナーに散ります。ザ・ボクシングルネッサンス92 WBC 世界フライ級タイトルマッチ、いよいよ第1ラウンドが始まります。4回目の防衛戦チャンピオン、ユーリ・エビハラはもちろん世界初挑戦。さあ第1ラウンドゴングが鳴りました。白のトランクスチャンピオン、そしてノーコンゴールドのベルトラインが入っておりますユーリ・エビハラ。背中が見えておりますのが挑戦者のユーリ・エビハラです。先ほど渡嘉敷さんからお話もありましたように、89年のワールドカップ51キロ級のチャンピオン。渡嘉敷さん、ユーリの持ち味というのはやはりスピードテクニック。そうですね、右のカウンターも打ってますからね、はい、非常にうまいボクシングしますよね。そうですね、あと、まあ、チャンピオンもかなりやっぱりキャリアあるからずる賢いところありますからね、はい、まあ、そのアマチュア上がりのユーリがどこまでそのずる賢さをプロで覚えたかと、はい、右のストレート、いきなり右のストレート入りました。ユーリは右強いですからね、一発で沈みますからね、はい、ただまだちょっとユーリは硬いですね。あ、そうですか、はい、緊張してます。チャンピオンの方がリラックスしてると思いますよ、はい、左のフックです。大きな左のフックで入りました。体を小刻みに動かします。アレクサンドル・ジミンコーチも、あと右のストレート、ボディを持っていった。いいですね、積極的ですよね。渡嘉敷さんがおっしゃったように、その、まあ、ずるさという部分でね、よく接近戦でどんどん押していけというような声を。そうなんです、まあ、いろいろなあのテクニックがありますからね。渡嘉敷さん、一方のムアンチャイ、どういうふうにご覧になりますか。まだ様子を見てるって感じじゃないですか、ただ手強いなっていうのは感じてると思いますよ、はい。左のダブルから右のストレート、ちょっと無茶しすぎですね。ああ、そうですか。左は相打ちのような形になりました。ちょっとユーリが、ね、まだ肩に力入ってますから、はい、動きが見えちゃうんですよね、チャンピオンから見ると。あ、チャンピオンが、画面の左側、ユーリ・エビハラ左で入りました。一方、白のトランクスがチャンピオンのムアンチャイです。お互い練習してます ね、 そうですね、スピードがかなりありますよ。かなりありますね、聞いたかな。さあちょっとグラッときたか、ちょっと聞いたかな、ちょっとグラッときたか。左が入ります。残りがあと30秒、第1ラウンド、ワンツー、ワンツーから左のフォロー。チャンピオンね、結構ね打たれもろいんですよね、世界戦で8回もダウンしてますから。そうなんですよね、うまく有利の当たれば沈みますよね、はい。今渡嘉敷さんからお話がありましたように、世界戦で8回ダウンの経験があります。打たれもろさというのがムアンチャイの欠点。画面の左チャンピオン、左のジャブです。いいですね、あー、飛び返った、聞いてますよ、ゴングと同時、ゴングと同時、右のクロスが入りました。第1ラウンドは渡嘉敷さん、どうですか。いや、今のは10対9ですね、10対9で渡嘉敷さん、第1ラウンド、ユーリ・エビハラが取りました。さあ、これ、第1ラウンド終了したわずかあと、鶴太郎さん、これ強烈でしたね。ユーリの右はね、強いんですよ。右強いですね。さあ、これ渡嘉敷さん、どうですか、チャンピオン。効いてますかね、チャンピオンかなり効いてますけども、目が覚めたかなっていうね、気がしますね。はい、第1ラウンド終了、そのゴングとほとんど同時でした。右のクロスが飛びまして、チャンピオンがダウンしましたが、これはゴングの後でした。いや、立ち上がりからユーリが素晴らしい右のパンチを見せました。お互いね、今日が一番強い相手とお互いが戦ってると思うんですよ。あ、なるほどね、左を伸ばしたところを右のクロスカウンターを狙いました。チャンピオン背中、チャンピオンはタイのチャイナート県というところの生まれです。バンコクの北200キロにあります。タイの英雄です。あーっと右、左のアッパー、左のアッパーは空振り。結構右がね、当たりそうな感じがします ね、 ね、
のジャブがストレートのようにチャンピオンの顔面を捉えます。左ノック、おっと右を返した、チャンピオン右を返した。チャンピオンもまあ最初の予想とちょっと違ってきたんじゃないですか、こんなに強いのかっていうね、はい、感はあると思います。渡嘉敷さん、有利はどうですか、硬さはまだありますか。硬さはありますけど、やっぱり一級品のテクニック持ってますからね、はい、その点ではね、やっぱりよく相手も見てるし、はい、打ってきて対応してますよ。今はチャンピオンのいいボディストレートでした。大きな右足を使いましたチャンピオン。僕はね、はい、チャンピオンのね左がもうちょっとうるさくねピシピシッと決まろうかと思ってたんですよ、ジャブがね、はい、そうでもないですね。そうでもないですね。これはね有利にちょっと飲まれてる感じがありますよね今のところ。だから、ね、自分の良さがちょっと出せてないんじゃないかと。はい、まだ接近戦、この辺りはわずかに有利の距離か。有利海老原、昨年の5月22日右、強い右ですね。ジャストミートはしていませんでした。前田右のマッチョだ、チャンピオンペース打ち合いになった。残り30秒を切っています。有利が、ね、右に頼りすぎると怖いですね、はい、読まれますからね、はい、今度は左、左を伸ばしたところスウェーしておいて右のストレートです。チャンピオン、お互いに倒すパンチはストレートなんですよ、右のストレートなんですよ、お互いに得意なパンチは。すごいパンチの応酬、わーってみんな右のクロス振り下ろしますね、すごいですね。今のご挑戦者いいですよ、はい、ここで第2ラウンドが終了です。第2ラウンドどうでしょうか。これもやっぱり有利ですね、有利、海老原が10対9で取っています。こちらがチャンピオンのムアンチャイ、井岡さんと鬼塚さん、はい、ここまでご覧になってどうですか。まず井岡さんから。そうですね、有利のペースでね、今試合戦ってますね。あ、鬼塚さんどうですか。あ、もう有利はすごい距離感がいいんで、いつもの距離感でやってるんで、はい、多分行くんじゃないですかね、はい、第3ラウンドが始まりました。背中が見えております。挑戦者の有利海老原、ロシアのケメロボ州タシタグというところで生まれました。冬は氷点下50度という寒い土地。一方のチャンピオンはタイの熱いチャイナートケンポ。ダウン、大きなミス、これなんですよ、大きなミスだ。すごい今のカウンターパンチですね、すごいパンチだ。これはちょっと有利ダメージちょっと来てるかもしれないですね。残りはまだ十分にあります。第3ラウンド、チャンピオンの得意技なんですよ、はい、カウンターで入ってきたら右を打ち下ろすのが、出ましたね、出ましたね、ものすごい右でした。あれで殺されていてもね、やっぱりね、自分のペースに持っていくなんていうのは、はい、やっぱりキャリアの差ですよね。はい、渡嘉敷さん、はい、本当に目が合った。今度は有利の右、左だ、右ストレート、有利が詰めていくか。いい試合だな。ワンツー、ワンツー、有利のワンツー、今度は届かない、チャンピオンの右のストレートボディへ。かなりいい試合ですね、これ目離せませんよこれ、大きなワンツーですが、これは空振り。ちょっとまだ肩に力が入ってるか。左のアッパー、ちょっと効いたかな、左のアッパーです。いいアッパー打ちましたね、残りがあと1分半。右のストレートはうまくサイドステップで避けました。チャンピオンも単発なんで自分のペースにまだ持っていけないですよね、はい、有利エビハラ左、いいですよ、右のストレート、左のアッパー、立ち上がります。ファイティングポーズを取ります。さあ残りがあと1分ある、残り1分ある、右左ワッツ、左ボディ狙っている、有利狙う、もう一発当たって当たればね、いいパンチ当たればひっくり返りますよ、はい、チャンピオンも反撃する、左当たる、右アッパー、ボディブロー、時間はまだありますからね、落ちる落ちる落ちる、チャンピオン反撃、さすがにチャンピオン、チャンピオン効いてますよ、効いてますね、チャンピオン効いている。第3ラウンド、大きな右、右ラッパー、右ラッパー、ワンツー、
このラウンドで決めたいものですね。コーナーに追い詰める。これを乗り切るとね、ちょっと怖いですよ。あ、そうですか。ワンツー。まだこの距離です。まだ右です。右から入った。今度はワンツーをチャンピオンが打ち返す。しかしチャンピオンも本当に素晴らしい。歴史的一瞬が出るか。ここで第3ラウンド終了。第3ラウンド終了。高橋さん、このラウンドはどうでしょう。これはやっぱ8対10対8で、チャンピオンですね。はい、第3ラウンドを終了しました。第3ラウンドの有利のこの左ナックルパートがよく返っています。鶴太郎さん、場内こう騒然としてきましたよ。いやー、これはね、本当にお互いの右がどっちが早く当たるかで試合決まりそうな気配ですよね。目離せませんね。これまさに歴史に残る一戦にふさわしいタイトルマッチとなりました。 WBC 世界フライ級タイトルマッチ第4ラウンドに入っています。挑戦者の有利海老原がここまでは好調ですが、先ほどの回にはムアンチャイの右一発を食らいましてダウンを奪われています。すぐにダウンを奪い返しています。久保田さん、はい、青コーナーですが、はい、西条翔太さんいらっしゃいますが、すごい試合です。すごいですね、本当ですね。お互いいい試合やってますね。リングサイドのですね、有利側でですね、何しろ左を当てて右を生かせと、もっと冷静に受けと、そう言ってますね。はい、ということです。青コーナーすごい盛り上がりです。はい、渡嘉敷さん、はい、先ほど鶴太郎さんから話がありましたけども、はい、左ですね、有利の、はいはい、これどうですか。いや、いいんじゃないですかね。ちょうどいい距離を取って、はい、ボクシングしてるみたいですよ、はい、ただね、マンチャイはね、世界戦で何度もダウンしてるから、ダウンに慣れてるから、はい、このさっきの回乗り越えたっていうのはちょっと怖い気もしますよね。なるほどね。あの回は本当に危なかったですか。あ、これはいい左のジャブだ。チャンピオンの顔面によくヒットしています。お互い一発持ってますからね、はい。チャンピオンは20戦19勝 11KO1 敗、5人兄弟の長男。一方の有利海老原は6人兄弟の末っ子、12戦12勝 11KO。 まだ負けがありません。挑戦者画面の左、有利もね、いきなりの右当たらないから、はい、ボディから攻めていって手を下ろし、ガードを下ろしておいて、はい、フェイントかけて上を狙うとね、はい、決まると思うんですよ、はい。今のところ上がちょっと多すぎますね。あ、また右のクロス、左が当たる。また右のクロス、大きな右、大きな右、かなり右を当たりますね。右で追っていきます。有利海老原、バルセロナオリンピック金メダル最有力候補と言われました有利ですが、そのバルセロナの金メダルを諦めてプロに入りました。2年半が経ちました。世界チャンピオンまではあとわずか。左のダブルから右のストレート、モンチャは冷静な顔してますけど、何かちょっと策があるんでしょうかね。左のボディから、左のボディから左のフック、リングの中央で足を止めます。左のアッパー、ショートアッパーを突き上げました。挑戦者の有利、有利の方がパンチが多彩ですよね、はい、アッパーも打ったりしますから。おっと、ワンツー、右だ、右のクロスだ。おー、最後に右のアッパーが決まったところでゴング。この最後に右のアッパーが決まったところでゴング。このラウンドはどうですか。10対9で海老原ですね、有利海老原。渡嘉敷さん、このラウンドも10対9海老原が取りました。ものすごい打ち合いになっています。ご覧のように89年ワールドカップ51キロ級優勝、そして91年に日本フライ級タイトル獲得、これは日本フライ級史上最短 KO 記録でした。さあ、第5ラウンドが始まります。久保さん、はい、ちょっと赤コーナー和島さんに伺っています。はい、お願いします。今ムアンチャイの方のね、陣営ではね、お前は打たれ強いんだ、そんなの序の口だよって言わんばかりのね、まあ、激しいね、追い立てと言いますか、それいけ、いけってこういう感じがね、もうことは分からなくても、こうタイプが分かりますよね。なるほど、ダウンした後のムアンチャイ、目の輝きなんかはどうですか。いや、もう全然、まだまだって相手にこうプレッシャーをね、かけようとしてね、前に出てますよ。はい、久保さんどうぞ。はい、
右が入った左を空振り左のボディから顔面渡嘉敷さんおっしゃるように確かにちょっと不気味ですよね。あーっと右右が左のボディアッパーやっぱりね、あの強いやつやってますから、ダウンしててもリラックスして 次の回行こうっていうそういうのがあるんですよね。切り替えということでしょうか。どういうことでしょうかね。切り替えができるとにかく顔面を持っていく、チャンピオンね、後半じわ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 出てきそうなんですよね。あ、なるほどね。後半はね、でユーリーがほら今まで戦ってきた相手はみんな5ラウンドぐらいで倒せたでしょ。はい、それがその後からね強くなってくる相手だから、ちょっとね後半面白くなってきました。ワンツーです。右のストレート左を伸ばします。チャンピオン右のクロス、渡嘉敷さんクロスカウンター狙ってますね。よくね、有利の、ね、右が怖いんで、あの、左を上げてね止めてるんですよ、カウンターパンチを。だから右がだいぶ読まれてきたかなと。あ、なるほど。あれが打ち合いの中から右が出ると面白いんですよね。はいはい、足を使っています。有利このラウンドは足を使います。有利です。ボディーが入ってきた。ちょっとグラッときましたが、右のボディーブロー、ボディー攻撃、アッパーを突き上げようというチャンピオン。しかしこれは空振りに終わっています。チャンピオンはほとんど足使いませんね。足使いませんね。よりも出たり入ったりでカウンター狙っても面白いと思いますよね。最初にも渡嘉敷さんからお話がありましたが、有利はあの右のカウンター上手いですもんね。上手いですよね。でこういう場合に足を使ってて入ってきたところに右を打つとかね、はい、すればもっと攻撃が多彩になってくるので、はい、鶴太郎さん、はい、有利がしきりにあの右の大きなワイルドな服を、ね、狙っていきますけど ね、 ちょっとっね、ちょっと大きいとね、チャンピオンに分かってしまいますからね、はい、またワンツーを狙っていきました。またワンツー、ワンツーは届かない。チャンピオンはだいぶ有利の攻撃を読めてきたかな、はい、ワンツー左の服いいですね。以前左のフックダブルでも打てればいいですよね。チャンピオンはね右をカウンター狙ってますよ、はい、ここで第5ラウンドが終了しました。第5ラウンドどうでしょうか。10対10ですね。第5ラウンドは10対10イーブンです。今日高一点のキューティー鈴木さん、はい、どうですかここまでご覧になって。そうですね、私初めて見たんですね。あ、そうなんですか。はい、だからすごくこっち見てる方が緊張してくるんですね。でもぜひ勝ってほしいですね。ユーリさんに、はい、チャンピオンに、どちらでしょう。あ、ユーリさん、はい、さあ第6ラウンドです。 WBC の世界フライ級タイトルマッチ第6ラウンドに入っています。有利がね、前半かなり飛ばしてますから、はい、後半のちょっとスタミナがね、心配なんですけどね。そうですね、渡嘉敷さん、そこのスタミナなんですよね。12ラウンドもちろん初めてですからね。まあね、かなりトレーニングは積んでますから、はい、スタミナは大丈夫だと思うんですけど、はい、それプラス緊張感がね、やっぱり世界戦もありますから、はい、どこまでそのスタミナを保てるかっていうね。まあ、本人もアレクサンドル・ジミンコーチもスタミナはもう全く心配ないと話してはいました。また渡嘉敷さん、この世界戦今おっしゃってましたけど特別なんでしょ。そうですね、やっぱり普通の試合とは違った緊張感がありますね、はい、お互いに右のボクサーファイター、右のアッパーを突き上げるチャンピオン。チャンピオンはあの手数が少ないですよね、はい、だから次の攻撃に結べないんですよね。また動きが止まる。リングの中央、右のストレートをボディへ持っていきました。いいボディです。落ち着いてますよ。いいボディです。またワンツー、左は相打ち、大きな右を伸ばしてきます。アマチュアで186戦して165勝53レフリーストップコンテスト21敗という素晴らしい成績を誇ります。挑戦者の有利海老原、背中です。顔が見えていますのがチャンピオン。飛び込んでいって左のフック、ショートの右、生足が止まる。止まって打ち合いはしない方がいいですね、はい、やっぱり出たり入ったり足を使った方がいいですよ、はい、チャンピオンは足がないから持ってこれないんで、はい、有利の左です。有利の左のフック、あーっとこれが左から右のストレート、
ワンツーが怖いですからね。怖いですね。鶴太郎さん、はい、徐々に確かにチャンピオンがですね、ペースをつかみかけてきてますよね。そうですね、やっぱり有利の動きを少しやっぱり分かってくると徐々にペースを上げてくるかも分かんないですね。そうですね、有利としては倒せる時に倒しちゃった方のが、はい、やっぱいいですね。そうですね、あの3ラウンドを乗り越えたらという渡嘉敷さんのお話でしたが、確かに3ラウンド以降からお振り下ろしてまいりました。右のクロスです。右のストレートを出す、また右のストレート、左の負荷空振り、ちょっとね、ストレート打った時右足が連打から右のストレート、連打から右のストレート、聞いたかな、聞いたかな、左のボディが入る、右のフック、チャンピオンを打ち返す、チャンピオンちょっと聞いてますよ、ニュートラルコーナーに追い詰めた、ニュートラルコーナーに追い詰める、挑戦者の有利、海老原、ここでゴング、第6ラウンド、ここでゴング。渡嘉敷さんの採点は10対10ですね。10対10のイーブンです。これが最後、第6ラウンドの終了直前の右のストレートです。ここまでの渡嘉敷さんの採点はご覧のようになっています。有利がここまではリードしています。鬼塚さん、はい、鬼塚さん、普段の有利と比べてどうですか今日は。あ、ちょっとまあ世界戦という感じの雰囲気はあると思うんですけど、だけどいい距離感で戦ってると思います。いい距離感で、はい、あ、なるほど。相手 の, マンチャイがすごいタフで粘りあるボクシングなんで、はい、それに戸惑ってるだけなんです。あ、なるほどね。久保田さん、はい、青コーナー有利、エビハラサイドですが、はい、西条さん、放送席の方ではなんかこの有利の方がね、攻撃を読まれてるんではないかという声が出てますね。そうですね、やっぱりワンパターンですからね、攻撃がですね、もう少しですね、見出してからそれから返しをですね、セコンドサイドはですね言ってるんですね、左の返しですね、それからもう少しここでから上に行けと、出てきましたよ、出てきましたよ、チャンピオン、出てきた、これは倒れました、これはスリップでしょう、これはスリップです。チャンピオンが徐々にプレッシャーをかけてまいります。渡嘉敷さん、はい、確かにチャンピオンはですね、はい、いいパンチをもらうとグラッとはきますけども、その回復力が早いですよね。回復力が早いですね、かなり練習してますよ、はい、チャンピオンがプレッシャーをかける、有利交代、まあね、世界戦で何度もダウンしてそれで勝ってきてるわけですから。そうなんですよね、小さいパンチを見舞います。有利、海老原、昨年の4月20日に亡くなりました海老原博之さんのその名を受け継ぎました。有利、海老原、左を伸ばします、ボディ当たる、今度右ロック、右ロック、また足が止まった、リングの中央、右のクロスです。だいぶ落ち着いて相手の見てますよね。ワンツー、左が顔面にヒット、左はアイ、また接近戦、ボディーブローはアームブロックしている、これはアームブロックしています。チャンピオン持ってきましたね、はい、右のストレートを伸ばしてチャンピオンの顔面を捉えました。ボディーです、ボディーからワンツー、やった、そこにもらってないですからね、はい、しっかり見てますよチャンピオン。チャンピオンまともにもらってませんか。もらってないですよ。あ、そうですか、見てますよ、しっかり相手のことも。さあ来いというようにガッツポーズを見せましたチャンピオン。第7ラウンド残り30秒を切りました。左から右のストレート、ボディへ、ビーッ、スウェーストイトのうまい右、あ、しかし有利もこの辺りを突いています。あ、左、左のアッパーが挑戦者を捉える、ここで第7ラウンドゴングです。第7ラウンドの渡嘉敷さんの採点ですね、10対9でチャンピオンですね、10対9でチャンピオンですか。このラウンドチャンピオンが取りました。井岡さん、はい、チャンピオンがですね、はい、だいぶこうリズムを掴んできたように見受けられるんですが、どうですか。そうですね、後半の戦いはチャンピオンが慣れてると思うんですよね、はい、だからなんかさっきのラウンドチャンピオンが良かったような気がしましたね、はい、
鶴太郎さん、はい、あのチャンピオンはですね、ええ、日本に来てからもう本当に日本の報道陣をシャットアウトしましてね、あ、まあ、完全にまあベールに包まれたという感じだったんですけども、あ、そうですか、ええ、練習見せなかったですもんね。そうなんですよね、かなりやはりあの海老原を意識していることだけは間違いないと思うんですけどね。そうですよね。右からボディロープの内側、ガードしてますよ、チャンピオンガードしてる、アームブロック、左のジャブ、ワンツーですがこれはダメ、右のアッパー突き上げる、左が当たる、渡嘉敷さん、はい、有利の方もこ うまく相手のパンチバックステップしてかわしてますよね。そうですね、今のところ足使っておいた方がいいですよね、はい、だんだんあのチャンピオンの方もあのペース掴んで前に出てきてますから、はい、右です、右のクロスです、チャンピオン有利の右をねだいぶ防げるようになったんですよね。まだ右、この右はから右、右のアッパーから右のストレート、左のアッパーから右のストレート、フォローしましたがこれはダメでした。ちょっと大振りですね、はい、細かいマッツル、左のアッパー当たる、左のアッパー、右のストレート、左が顔面にヒットします、接近戦になりました、からね、疲れがねどう後のラウンドに響くかですよ ね、 そうなんですよね、チャンピオンはそれを読んでるかもしれないですよ。あ、なるほど、会場からは有利コールが起こりました、右のアッパーが右のストレート、最後のストレート、最後のストレート攻撃、さすがに世界チャンピオンですよね、聞いててもね聞かない顔してますからね。あ、なるほどね、これに惑わされないで有利はとにかく信じて手を出すしかないですよね。そうですよね、なんならないでね、逃げないで聞いてるんですから絶対ね、はい、チャンピオンの唯一の敗戦はアメリカの、わーっと右のストレート、右のストレート、体を入れ替えました、ユーリエビハラ、右だ、勝ったか、勝った、これは効きましたよ、さあ立てるかチャンピオン、ね、立てるかチャンピオン、無理だ、立てないでしょ、立てない、チャンピオン立てない、歴史的な一瞬です、CIS で初の世界チャンピオン誕生、素晴らしい右が入りましたね、右のカウンターが決まりました、有利拳を天に突き上げます、ロシア人として初めての世界チャンピオン、チャンピオンベルトを故国ロシアに持ち帰ります、有利海老原、歴史的な一瞬です、しかしいい試合でしたね、いい試合ですね、素晴らしいですよ、やっぱりよくお互い練習してますからね、すごい激突になりましたよ、鶴太郎さん、はい、最後の最後、あの鶴太郎さんがね、チャンピオンは聞いてるんだから、それを信じてという言葉がなんか伝わったみたいですね、よかったですね、いやいや本当頑張りましたからね、頑張りました、よかったです、鬼塚さん、はい、いかがですか、いやもうナイスパンチですね、はい、井岡さんどうですか、はい、いや嬉しいですね、はい、キューティーさん迫力ありましたね、そうですね、最後の本当に顔面にね、すごかったですよ、いや渡嘉敷さん、それにしましても、はい、あの右のストレートがですね、はい、まあ、読まれてはいましたが、相手のね、チャンピオンのペースにはなってきていましたけども、あの一発の右ストレートは本当にもう前科の宝刀という感じですね、そうですね、打ち合いの中での右ストレートですからね、避けきれないんですよ、そうなんでしょうね、だけどあれですね、有利は本当にあの日本に馴染んで日本にいっぱいファンを、掴んで、そして世界にとったらこんなにお客さん喜んでくれて幸せですね、そうですね、有利はあのモンゴル系ですから、ね、非常に日本人に近い顔してますからね、そうなんですよね、だから非常に